清浦慶吾。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 1850年3月27日。開園3年2月14日から1942年。昭和17年11月5日は、日本の官僚、政治家。異会は、聖二位。君党は大君2位。社会は白尺。幼名は伏弱。旧姓は奥母。日後、熊本県出身。 司法、内務官僚として活躍した後に、貴族院議員となり、官会、貴族院に大きな影響力を持った。その後司法大臣、農商務大臣、内務大臣、数密顧問官、数密院副議長、数密院議長歴任。1924年、大正13年に、第23代内閣総理大臣として組閣したが、朝鮮主義との批判を受け、 選挙に大敗したため5ヶ月で総辞職した。その後は、重臣として国事に関与した。清浦慶吾は、開江3年、1850年2月14日、日後国か元軍内民村、現、山賀市の名寺市寺、浄土新州本願寺派住職、大久保良思うの逸豆に生まれ、後に、清浦の姓を名乗った。清浦は、慶応元年、1865年から、 文語国北で、漢学者、広瀬丹僧が主催する漢議園に学んだ。この時に、北県令を務めていた、松方正義、野村森秀の地遇を得ている。1872年、明治5年に上京し、埼玉県県令となっていた、野村宅を訪問した際に、埼玉県の教育に力を貸すよう求められ、11月27日には、埼玉県、 第21区小学第3校大教授猿付、現、埼玉市立七里学校として出資した。1873年、明治6年11月には、埼玉県県小属となり、1874年、明治7年には、県中属、1876年、明治9年には、中属となっている。1876年、明治9年8月11日には、 司法省に転じ、保守法省給統出資として出資した。これは、岸良健用の弟であり、清浦の同僚であった、岸長俊介の推薦によるものであったと見られている。検事、大上官や内務省の少書機関、三次院議官補などを歴任するが、この間に、知財法、今日の刑事訴訟法の制定に関与した。このため、警視庁などから知財法の講義を依頼され、 それが、知財法講義随潮随筆という本にもなり、広く警察官に読まれたという。こうした活躍が、当時内務卿であった山形有友の目に留まり、1884年、明治17年2月25日、全国の警察を統括する内務省警保局長に、34歳の若さで異例の抜擢を受けた。清浦の警保局長在任期間は7年間の、 長期に及んだが、その在任期間中の内務大臣は、5年余りが山形であった。清浦の警保局長時代は、条約改正交渉や国会解説のために、警察制度の改革が求められてり、警察官の教育制度である、警官練習所、巡査練習所などが設置されている。1891年、明治24年4月4日、貴族院議員に直任され、 4月9日に警保局長を辞職した。間もなく警保局長時代から調整されていた欧州への視察に赴き、翌1892年、明治25年4月に帰国した。貴族院では1906年、明治39年まで研究会を率いて、親、山形、反政党勢力の画像にするとともに、白尺以下の議員の五選に際しても選挙運動で活躍して、 県会を第一会派に育て上げた。1892年、明治25年、第二次、伊藤内閣の下で、司法次官に任ぜられた。この内閣では山形が司法大臣となっていたが、山形は司法に全く知識がなかった。このため、前司法大臣の山田昭義に相談したところ、清浦を推薦され、山形も以前から清浦を知っていたため、 これに応じたからであったという。伊藤内閣が成立したのは8月8日であるが、任命は8月23日であった。これは、井上薫が清浦を警保局長に任命しようと交渉しており、これを円満に断るために時間がかかったためであるとという。1896年、明治29年9月18日、第2次。 松方内閣が成立すると、清浦は、司法大臣に任せられた。1898年、明治31年の、第3次、伊藤内閣では入閣しなかったものの、同年11月成立の第2次、山形内閣、1901年、明治34年成立の第1次、桂内閣でも、司法大臣となり、第1次、桂内閣では、農商務大臣を兼任、あと2000人、 内務大臣を兼任している。清浦の司法大臣在任は合計で5年6ヶ月に及ぶ。1902年、明治35年には勲功により、男尺に助釈された。また法典調査会の副総裁もたびたび務めている。第一次、西恩寺内閣では、農商務大臣を松岡康子は、定審大臣を山形伊三郎が務めていたが、 農商務のこと記事カニー家族理をナな清浦派にて、ニテ、のこと記事カニー家族理をナな清浦ウ及び、大浦の派にてという京であり、両大臣の実験は、ほとんどなかった。原高氏は、清浦と大浦が内閣を動揺させるのではないかと、警戒している。1906年、明治39年4月13日、数密顧問官となり、貴族院議員を辞職した。 1914年、大正3年、シーメンス事件の煽りで倒れた第一次、山本内閣の後を受けて、元老、松方正義は、徳川家里貴族院議長を総選し、3月29日に、対名降下した。しかし徳川は、受ける気はなく、同日中に、元老は次の候補者を選定することになった。松方正義は清浦を提案し、山形に説得を依頼した。 山形に説得を依頼した。清浦はこれを横断したが、声優会の協力を得るべく、同日夜に原隆氏との会談を行った。清浦は即位大礼の後に、声優会政権を譲ることなどを条件に協力を求めたが、原は肯定的な回答をしなかった。三月三十一日に清浦は組閣の対面を受けた。諸政党は反発し、一時は声優会、 中正会、立憲同志会、立憲国民党の4派合同で朝鮮主義内閣の出現に反対する決議が行われる動きであったが、4月4日に同志会を除く3派が個別に決議を行う形となった。それでも、海軍大臣以外の人選は順調に進んだが、海軍は、声優会に近い山本兵衛前首相の影響下にあり、後継解消の選出は難航した。 ようやく、加藤智三郎中将と交渉を行うことになったが、加藤は、心臓管の費用支出のため、内閣による責任支出を行うか臨時議会の開催を要求した。清浦は憲法の規定から、組閣前に約束はできないと拒絶した。清浦は、加藤と斎藤実海軍大臣に、後継推薦を願ったが、何人も、加藤同様ならんと拒絶された。 祖格が不可能となった清浦は大名を廃止した。世間ではこれをうなぎ校内閣と呼んだ。これは清浦自身の階層によれば、祖格が難航していることを質問された清浦が大和田の前を通っているようもので、匂いだけはするが、午前立てはなかなか来ないわいといったことが元となったとされる。1922年、大正11年2月に山形が没すると、 公認の数密委員議長についた。高橋内閣が倒れた際には、県政の上動に従って、第二党である県政会の加藤孔明を首相とするべきであるという、意見言論を松方正義に伝えたが、もう一人の言論、西恩寺金持ちには入れられなかった。1923年、大正十二年、第二次、山本内閣が虎の門事件で総辞職すると、 総選挙志向のため公平な内閣の出現を望む、西恩寺の推薦によって、祖閣の大名は再び清浦の下に降下した。1月1日に大名を受けた清浦は75歳という、老齢と数密院議長という職責から廃寺したい。行を1月3日に創上するが、摂政宮広人と新より、この際のことであるから勤めてやれという友情を受けたため、清浦は、 組閣を行うこととなった。清浦は組閣にあたって自らの支持基盤であった研究会を中心としたため内閣の構成は貴族院に大きく変調していた。貴族院からの入閣は研究会が3、いうクラブが2、沢会が1、構成会が1という配分であり陸海軍大臣のほかは 外務次官であった松井慶志郎が入閣したのみであり、政党からの入閣者はなかった。ただし、西恩寺が清浦水教にあたって、政友会を尊重せしめ、政策により助けさせるが選手と述べたように西恩寺は、清浦内閣と政友会の協定が行われると考えており、清浦の側では、政友会を敵とする意図は持っていなかった。また、研究会は、伝統的に、 政友会との協調関係を持っており、組閣にあたっても、政友会との調整が行われていた。また、内閣初期官長として、政友会の衆議院議員であった、小橋和太を招き、政友会との連絡も保持されていた。清浦は後に、貴族院で、加藤木において、ここの除去内閣が県政の上道にせくものと橋今まぬと答弁している。ところが、山本内閣の後は、 政友会内閣であろうと考えていた。政友会の派閥はこれに反発し、総裁、高橋惚歴を辞任させようという動きが強まった。高橋派が主導権奪還のために、清浦内閣との対決姿勢を強める一方、1月1日の夜には、反高橋派である、改革派の会合が行われ、清浦内閣に対し、積極的援助の方針を取ることが申し合わされている。 1>, 1月11日には、都内の新聞各紙が、清浦内閣に反発したこともあり、議会内外での当格の動きが始まった。1月18日に、数密顧問館、三浦五郎の仲介で、声優会総裁、高橋小暦よ、県政会総理、加藤公明、革新クラブ犬飼武氏の会合が行われ、特権内閣を追日も早く打倒するという申し合わせが行われ、 いわゆる五県参拝による、当閣活動、第二次五県運動が本格化した。これを受けて1月22日の衆議院本会議では、清浦首相が、施政方針演説と普通選挙法案提出を行う予定であったが、広人新能政婚を控えた中で、清掃は慎むべきであるという政友会の小川、平吉の道義によ、29日までの休会が議決された、ため、 行われなかった一方、研究会の勢力拡大とその党派性の強い、議会運営に反感を抱いていた、構造派と呼ばれる、反研究会勢力による、貴族院内での清浦裏批判も勢いづいた。また、ご憲参賀が2月1日に、内閣不信任案を提出する意向を固め、これを察知した、小橋書記官長はそれ以前の解散を進言した。 清浦はこれを入れ、1月29日の本会議で解散を行った。これは、懲罰解散と呼ばれ、各層の反感を買った。1月29日には、声優会から改革派であった、常並武次郎一派149名が、声優本党を結成して分裂し、清浦内閣の順位与党となった。5月10日に行われた第15回衆議院議員総選挙の、 結果、国県3派は合計で281名が当選。一方で、準与党の西友本党は改選前議席から33芸の116議席となった。清浦はすでに敗北を予期しており、投票日の当日には辞任する意向を漏らしている。西恩寺は、清浦は辞する必要はないと思うと述べたものの、現実には、議会運営は不可能であった。5月15日に、 清浦内閣は総辞職した。5ヶ月間の短命内閣であった。清浦は、憲政の上動に従い、第一党となった、憲政会総裁、加藤公明を推挙したいという意向を西恩寺に伝えたが、西恩寺は拒絶し、元老としての西恩寺が改めて、加藤を総選した。その後、清浦は重心に列し、新聞協会会長なども歴任した。 また重心会議に参加し、5.15事件の際には、西恩寺と同様に、巨国一致内閣の成立をしている。また、1931年、昭和6年満州事変、1934年、昭和9年の斎藤内閣崩壊の際には、重心として、協議に参加している。1941年、昭和16年の重臣会議で、 東条秀樹の後継首相擁立を承認した。この際、清浦は四輪の車椅子に乗り、酸素吸入器を用意して上京している。会議では、林千十郎が皇族内閣を提案かがそれに反対し、軍部からの首相を迎えるべきと意見している。1942年、昭和17年11月5日、92歳の長女を全うした。なお、皇居した時点では、 清浦は、史上最長寿の首相経験者であった。1992年、平成4年に、清浦の聖火山橋か都町、名寺市寺寺の隣に、清浦記念館が建てられた。なお、東京都大田区中央一丁目にある、春日神社の石聖社号表、尊社春日神社は、清浦の筆跡。また、東京都文京区にある五国寺の石表、東京都品川区にある、 品川神社の石氷、埼玉県深谷市にある渋沢栄一記念館の裏手にある石氷にも清浦の筆跡がある。埼玉県埼玉市見沼区の大園寺には清浦の検証碑がある。著書2899年、明治32年に、妙暴堂から出された明治法制史、復刻新山者出版2003年があり、晩年の1938年。 昭和13年には工術筆記で、京道山を、京の問題者で刊行。1935年、昭和10年に、白尺、清浦慶語伝上下巻が、徳富祖法監修で出されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。